メモ、ある美術館は、大井美恵子の童話である。東京書籍、新しい国語に掲載されていた。あらすじは、春も近いある日の夕方の、語り手で、主人公、僕の体験である。僕は、姉の頭髪を引っ張って泣かせ、母に叱られ、針箱のヘリを踏んでひっくり返し、下手を突っかけて、家を飛び出す。当てもなく歩いていると、小道具屋がある。そこには、 額縁もない板に描かれた亡き祖母の油彩画がある。僕が未就学児であった頃の亡き祖母が風車を持つ絵である。長身の男性が来店し、その絵を購入する。僕がその男についていくと、男は、この絵は君が描いた絵であって、目もある美術館に持っていくのだという。男と共に卵色の建物の中に入ると、多くの扉の一つの上に、 僕の使命の寄付だが掲げられている。扉の中の室内には、飼い犬の絵、林家のスエちゃんの絵、機関車の玩具の絵、その隣に祖母の絵その他が掛けられている。最後の絵は、針箱を蹴飛ばしている僕の絵である。その先は額縁ばかりがか,かっている。男は、君はこれからこの額の中に絵を描き続けていく、一枚でも見たくなったならば、いつでも見に来るようにいい。 玄関医師団まで見送ってくれる。ありがとうございます。